え、俺水道水ガムガム飲めるよ。<laughs> そういうの一切気にしないから。<laughs> 俺バイト最高でも1ヶ月しか続いたことないよ。この間なんて、クリーニング屋3日でやめた。<laughs> 女4、俺1とかで普通に飯とかいけるよ。ん <laughs> あ、おいよめっちゃ話し合う。<laughs> 俺この冬まだ1回も暖房つけてないよ。<laughs> いや、こたつもない。いや、なんなら毛布もない。 嫌い <laughs> 俺、こんくらいの雪じゃ何とも思わんよ。<laughs> つうか、東京の人、ちょっとの雪で騒ぎすぎ。<laughs> あと俺、絶対転んだりとかしないよ。あれ、歩き方コツあんだよ。足をちゃんと上げて、一歩一歩。<laughs> 俺、黒板にめっちゃ綺麗な丸かけるよ。<laughs> え、俺、いつも自分で髪切ってるよ。え、普通しょえ、これ全然普通しょえ、後ろ感覚。<laughs> 水一口もらっていいあ、大丈夫。俺、口つけずに飲むのめっちゃうまいから。え、俺、未だにガラケーだよ。いや、一回スマホにしたことあったけど、いらない機能多すぎて、またガラケーに戻した。俺、三谷幸喜のドラマと映画なら、全部20回ずつくらい見てるよ。え、お前、段ボール布団代わりにして寝たことないのえ、一回やってみめっちゃあったかいから。 俺メジャーとかなくてもぴったり1メートル測れるよ。どうするかわかるこれ。<laughs> うち親戚めっちゃ多いよ。おじいちゃん8人兄弟だもん。<laughs> <laughs> 俺スウェットでどこでも行けるよ。こないだなんて、スウェットで渋谷まで行ったもん。<laughs> いやあのね、服に金かけるやつバカ。だったらその分、飯に金使いたい。<laughs> <laughs> 俺鬼滅の刃一回も見たことないよ。どんな話かもしらん。でも一個言えるのは、 パー、悠々白書の方が面白い。俺、ボディーソープで髪の毛まで洗うよ。俺のお母さんまだ36だよ。だって俺、お母さんが二十歳の時の子だもん。うちの地元ヤンキーしかいないよ。え、もしうちの地元行くことあったら、誰とも目合わせない方がいいよ。俺、記憶力全くないよ。人の誕生日とか一切覚えられないもん。あ、でもね、みんなで行った旅行とかはめっちゃ覚えてる。 私自慢とかしない。したことがない。生まれて今まで一回もない。